着しました。服部さん、ありがとう。ギフトありがとうございます。ミキヤくん、ありがとうございます。ヤーくん、タコありがとうございます。カマちゃん、ハートありがとうございます。翼欲しいさん、かわいい、ありがとうございます。こんばんは。お話し会ありがとうございました。メールを送ります。今帰ってきました。おかえり。洋服触れずにごめんなさい。いいですよ、別に時間もったいないですもんね。今日は可愛いガーリー系な、あんま映らんな、映らんけど、あの衣装みたいだな、あの水色と黄色の衣装みたい、 STU にあるやつ。お話しかい、触れずにごめんなさい。まあ服はまあ触れなくていいですよ。時間余裕があったら、余ったら。メールタイム。ルイさん、ハートありがとうございます。服かわいいですね。まだたどり着けませんでした。そうね、あのペースだと。そうだよね、服フェスでお休み使い切って買えなかった。今日は不思議のアリス、不思議な国のアリスみたい。確かに不思議な国のアリス。須田キュン、そう、服フェスのインタビューかな。そう、全員受けたっけな、インタビュー。そう、こんばんは。その服似合ってるねって、ありがとうございます。みんなよね、多分みんな。どうですかみたいなインタビュー。
しました。須田きょん。何を送ろうかな、どれにしようかな。こんばんは。お洋服かまち、ありがとうございます。何するか。おこわ、今日おこわじゃなかったんですよ。お弁当はお魚、海苔弁ですね。最近はずっとこれです。今送信、送信中。ロボリンさん、タコありがとうございます。のり弁、そう送れないな、重たいんかな。タカさん、ハートありがとうございます。私服でそれ着るシチュエーションね、私服ではなかなか着づらいよね。でもそれは年齢とかじゃなくて、普通に若くてもさ、これ私服でどういうタイミングで着るのってなるよね。東京とかじゃないと、愛媛はこれ若くても。スヌパンさん、愛してる、ありがとうございます。せめてアフターヌーンティーとかかな。そうやね、そう、夢の国とかね、そう。あ、やばい、携帯落ちた。子供の城。え、なんかでもこう、なんか休み時間あるじゃん、30分ぐらいに見てたんですよ、タウン情報で。アフターヌーンティー見つけて写真撮った。行きたいところも、今回は特大号だからちょっとお高めですね。でも可愛いです。しかもみきゃんがちゃんと言ってて可愛かった。ちょっとチラッとだけ、ほらこんな感じでみきゃんが言ってるんですよ、実際に。可愛い。みきゃんが実際に言ってて可愛い。でも外食ね、大好き家族なんで、もうほぼ行ったことがあって、そう、新しいお店とかじゃないと、そこねみたいな。こんばんは。ラーメンいっぱいあるな、ラーメン巡りでもしようかな。松山、ね、意外と見出したら面白いです。気になるところは写真を撮っておく。ラーメン屋さんいっぱい載ってた。重い。
いい香り。11月にサイズができたら最初の客になりますかって。絶対混むやん。いけない気するな。絶対混むじゃん。今日もラテ。俺だけど、まあラテ。サイゼね、愛媛初なんですよ。だから愛媛県民の私はサイゼ行ったことなくて、そう。今の席ちょっと気になる出方ですが大丈夫って。気になる出方とか気にならない出方あるの？私も気になってるの。席、こんばんは。ついにでも明日平日だから病院行けるよ。そう、愛媛サイじゃないの。糸地さんハートありがとうございます。耳鼻科と内科どっちがいいかな。耳鼻科かな、内科かな。こんばんは。内科かな、耳鼻科かな。2パターン。咳止め、何かかな。よくわからんよね。喉、耳鼻科かな。サイズさんハートありがとうございます。こんばんは。何かかな、微妙じゃない。風邪は何かだけどさ、耳鼻科はさ、なんか喉とか鼻に特化してるじゃん。だから風邪ひいた時は内科に行くけどさ、 鼻とか耳とか喉とかになったら耳鼻科行くじゃん。悩ましいね。内科？何その難しい感じ。耳鼻、喉は内科？でも耳鼻科でさ吸入してくれるじゃん。じゃあ内科か。耳鼻科めっちゃ混む？じゃあ内科にしようかな。ドワンさんタクありがとうございます。はい、わかんない。喉わかんないんだよね、あんま病院行かないから。内科ね。じゃあ採血してくれるとこ行くか。いつもの大きい、この前土曜日だったから初めての病院行ったけど軽かったから、病院の先生が大きい採血してくれるところに行ってみようかな。
休み明けの病院は多いね。それはそう思う。悩むな。そう、ちょっと大きい病院はめっちゃ待つんだよね。2時間は待つから採血されたら余計に待つし、悩むな。この前行った早い軽いとこに行こうかな。ともちゃんさん、ハートありがとうございます。そう、しかも大きめだからめっちゃ人もいるし、長いからこの前のとこ行くか。2時間長いよ。この前は30分ぐらいだった。でも私がその行きつけの病院、行きつけじゃないわ、かかりつけかの病院は2時間ぐらい余裕で待つんですよ。そんな待ちたくないから。マジ？変わらんか。でも小さめの病院よりさ、大きい病院の方がさ、いっぱい整ってそうじゃん。私がこの前行ったの小さい病院だったからな。悩むな。初心じゃないんですよ両方とも。部屋が3つぐらいしかない小さい病院だったの。悩む。こんばんは。むつきさん、ハートありがとうございます。医者の評判で選ぶといい。じゃあ Google の口コミ見るか。私的にはそのいつも行ってるところの方はお医者さんが丁寧なんですよね。採血もめっちゃ調べてくれる。でもこの前行ったところは軽い。コロナ検査3回やられたし、鼻に刺すやつだからあんま好きじゃないんだけど、早い、いいところは早いっていう。もう時間と質で迷ってる。早いけど軽いか、長いけど丁寧か、悩ましい。そう、3回やられたんです。右やって、はい左やって、はいもう一回右みたいな。猫さん、ハートありがとうございます。長いけど丁寧がいいか。確かに2時間元気だからさ、ちょっとご飯行ってきていいですかみたいな感じにしたいんだけどな。ダメか。2時間ずっと座りっぱ耐えれるかな。だるまありがとうございます。1時間ぐらいかかりますって言ったら、ちょっと近くでご飯食べてきていいですかって。安部さん、だるまありがとうございます。
でもだいぶ治ってきたけん行く必要ない気もしてきたな。今日久しぶりに話して嬉しかったね。久しぶりだった、よかったです、話せて。そう、咳だけ。咳だけだからな。明日行かずに様子見れるなら様子見るかいって。でも1週間様子見たんですよ、さっきで初めて。まあ考えます。やんやん、ダザウルスさんハートありがとうございます。ヘアクリップ使うって、ヘアクリップ結構使うよ。ヘアクリップ、ピン、病院の中に食堂があれば。確かに、なんかスタバある病院とかあるよね。ある、めっちゃ大きかったらね、ローソンとかスタバとか。中にスタバがある病院知ってる。ね、広島もありますよ、スタバある病院。レストランもあるし、ローソンも、そう、あの美容室もあるし、ドトールもね。タリーズとか、そう、スタバあるのいいよな。シンさんハートありがとうございます。あ、メール届いた、本当だ、1分前。まあ明日決めよう。今日の夜きつかったら病院行くし、もう大丈夫やって思ったら行かない。ムンゴさんだるまありがとうございます。コウメさんハートありがとうございます。セブンイレブン病院ね、病院にスタバがあるってすごいよね。コンビニはよくあるけど、もし喘息とか見つかったらどうするって。どうもこうもできなくない。普通に薬を飲む。ふくらごはんさんハートありがとうございます。メール読んで定期的に話そうと思いました。そうだよ、久しぶりっていうね、お顔の方が結構いるから。でも絶対喘息ではないですよ。昼間はあんま出ませんもん、席。おせしかかたん、うっちーさんありがとうございます。
久しぶり感ないのは素晴らしいことです。いつもの顔だ。今好きなアイスベスト20。一番好きなアイス、ピノとか好きだよ。ピノ、まんちゃんハートありがとうございます。そう、夜だけです。でもこういうなんか風流行ってるよね。多分流行ってるか分からんけど、こういう風あるんですよ。なんか少し前ぐらいにお母さんがなってたから、少し前っていうかもう半年ぐらい前、喘息でも肺炎でもないけど咳止まらんみたいな、何も病気ないのに咳止まらんみたいな。カズさんハートありがとうございます。だから多分私もそれだと思うかな。普通にね、咳だけ出るけど元気だし、熱もないし、肺炎でも喘息でもないみたいな、あるんですよきっとそれ。おめさんハートありがとうございます。多分私も同じ風かもって。へえ、のいいね。リアルタイムで同じ仲間いるの安心感ある。いいのか悪いのか分からんけど、ノースプレーはでもね、脳もう痛くなくなってきたからしてない。まあね、席だけのやつ流行ってるから多分それなんだよね。パルム、あんま食べんな。パルム、こんばんは。一回見てもらっとこうって。そうだね、なかなか行く気になれないよね病院って。本当に本当に連れてってくれる人がいたら行くんだけどさ、自力でってなったら本当にもう大義すぎてもういいやってなっちゃう。眠いからもういいや。車に連れてってくれるんだったら行くけどさ、ヤスルパンさんわかる、ありがとうございます。ミキヤくんわかるね。実家にいてお母さんとかに、はい病院行くよって言われたら行くけど、自力はね連れて行くよってアリスガーデンまで行くのも大変です。ね、自力で行かなきゃいけないって思ったらさ結構大変だよね。起きてからそうね、もう本当に腰上がらない、もう大丈夫しようって思って、よっぽどじゃないとやめちゃう。翔太さんハートありがとうございます。採血してもらおうかな。元気なんだけどな、めちゃくちゃ食欲もめっちゃあるし元気だし。熱はね出ましたよ、2日間ぐらい。
似たような風、春になったらね、あるよね。採血いらん。私が行く病院さ、採血されるんですよ。でも毎回元気だから確かに意味ないっちゃ意味ない。健康的です。そう、元気っちゃ元気です。めちゃくちゃ元気です。もはや元気ですよ、一瞬待って。え、ね、採血させられる。こんばんは。そう、今夜で考えます。でもいっぱい喋ったから今日は、今夜はひどい気がするけど。ナッツさん、ハートありがとうございます。まあまあ考えます。ベイスさん、ハートありがとうございます。ゲンケンさん、ありがとうございます。今は大丈夫です。いつも私ばかり話してごめんねって。うん、でもあの時間で言いたいことを全部さ言える、めっちゃ時間の有効活用できてるなって思う。めっちゃ一秒も無駄にしないお話し会。今月のカラオケどうするって。今月ね、まあ28やね、もし行けるとしたら28、29。治ってると思うんだけどね、私。治ってたらですね。今プレゼントを受け取ってきました。一人分かな、二人分なんだけど、一人は紹介しなくていいよっていう、紹介しないでって言ったらね。ミキヤ君、体調が最優先。でも超元気ですよ私。まあカラオケ今週はだから しないかな。まあ28、29あたり、もう今週か。森尾英治さん、ハートありがとうございます。ミキヤ君から何のプレゼント、じゃらーん、見えんかった。ね、日曜日感あるよね。土日、土曜日感あるかも。だから今週の土日はしないよ、もう月曜だわ。って思ったけど、トートバッグ投げますかって、ポケモンに向かってエコバッグ的なやつ。でもパモだったので、そう、パモかわいい。じゃん。
ポケモングッズだけどパモなので。エコバッグあるある、もうこれは戻すのか途中で大義くなるやつ。エコバッグってこういうケースに入ってるじゃん、一回出したらもう戻せなくなるよね。ポケモン、これをカバンにつけときゃいいってことよね。はい、戻りました。これは戻しやすいけど、なんか畳んで入れるエコバッグあるじゃん、ああいうやつな、もう戻らん、一回出したら。じゃーん、モンスターボール、そしてポーチ、マイメロ、なんか筆箱みたい。筆箱みたい。あ、レインコートとかも入らん、あれ本当に小さい袋で。ね、かわいい。これぐらいコンパクトにメイクポーチがなってくれたらいいんだけど、これ足りるかな。今日みたいに今日朝減らしていったじゃん、重いから減らしていくって。だから減らすんじゃなくて、逆に必要な分だけ持っていくときにいい。減らすんじゃなくてね、ちょっとだけ必要な分だけ持っていく。そしてネックレス、珍しいネックレス、トゥルルルーン。ネックレス、お手紙、そしてラスト、じゃん、誰だ、あ、これ愛媛のキャラクター、愛媛県松山市、JR 四国、愛媛って書いてる。開けるか。JR。へえ、羽ついてるじゃん。これ、これはねよく見る、駅にもいますね、これかまぼこみたいな、なっちゃんのかまぼこじゃんみたいな。これこれです。どこ置いとこ、ここ置いとこ。はい、素晴らしい、ありがとうございます。ミッキーやくん、手紙が2つある。溜まったんかな、手紙2つ、ありがとう。いろいろ書きました。プーさんの方は読んだよ、マイメロはまだ読んでない。ということでありがとうございました。プレゼント最近定期的に取りに行ってるから追いついてる気する。マイメロ結構重い内容が。後で読みます。ありがとうございます、プレゼント。
アンパンマン。愛の重さ。タイムリーに言っていただくと我々も助かりますね。最近頻繁に取りに行ってるよ。次は日曜日かな、行けるの。日曜かな。私は大して送ってません。早めに行ってくれると助かる。週1ぐらいで行けるかな。こんばんは。ケンケンさん、ハートありがとうございます。ダスビターニャさん、ありがとうございます。久しぶりにゆきりかオンラインお話し会できて、少しだけお話しできて楽しかったです。ありがとうございました。相談の手紙、何でもいいよ手紙、別にそんな何でも、内容は何でもいいですよ。ゆかさん、ハートありがとうございます。こんばんはです。でもそうだったんですね。限定してないので、相談でも報告でも感想でも愛でも何でも、いろんなジャンルで受け付けております。ほんほん、ちょっと背景に犬を映そうかな。チャム、足がしびれた。今日の晩ご飯だ。手紙が届く頃には時間経ってるけどね。今日の夜ご飯報告でも、あきさんハート、かまもさんハートありがとうございます。愛のラブレターでもお待ちしております。にぎやかな背景、あ、タウン情報置いてます。よいしょ、ひょっこりタウン。充電が 20% になったらしい。サメ見たい、あれでかいからね、ちょっと閉まったんだよね。サメ出そうかね、また今度。あのウサギ状態になってます。2年ぶりに出てきたウサギ。ごくり見ますよ、カーテンが開かないように。遅くなりました、こんばんは。何書いたのか覚えてない。でも面白いよ手紙、ね、途中で寝てるくない、手紙の途中で。この前なんかおはようございますみたいな、途中で。そう、途中で寝てるんですよ、書いてて。そうで、次でおはようございますみたいな、寝てましたみたいな、朝になりましたみたいな一回あった。途中で寝て、そう起きて、そうなんかあったんですよ。そう寝てるやんと思って途中で
ゆうたパパさん、だるま、ありがとうございます。よいしょ。面白いですねって、あなたですよ。寝てたよね途中で、書いてたら眠くなって寝てましたみたいな、おはようございますみたいな、面白い、寝てるやんって状況がすごい伝わる。手紙書いてる、A さん、ハート、ありがとうございます。ハート、炊飯器見えますねこれ炊飯器が映っちゃってますね。考えすぎて疲れた。そう、これもともと置いてたオーブン置いてて、オーブン炊飯器みたいな、でもあのオーブンはそうもう使い物にならないから、もう処理しようと思ってどけてこういう物置にした。だからまだ炊飯器はあるんですけど、ここにオーブンがあったの、オーブン炊飯器みたいな、だけどやめた、物置にしました。あ、なんかね一瞬で焦げるんですよ何しても、なんか火力強すぎて、ちょっとベーグルをあったかくしようって、もうちょっと数秒したら焦げるんですね。物は焦がす。15分かかるクッキーがもう5分ぐらいでできたりするの、マジで。30分待たなきゃとか書いてるけど、もう5分でできるんですよ。でも火力の調節はできないの。そうだからダメだった。でも捨て方わかんない、多分あれだよね、予約して予約してお金払うやつだよね。大型ね。粗大ゴミ。そういうあるやつ。イオンでシール買うやつ。そうね、コンビニとかスーパーとかね。豆腐、でももう焦げてるからな、なんか中もめっちゃ掃除しないと。ハード。セカスト。めっちゃ掃除したらセカストに持っていけるってこと？7周年ステッカー。ぬいぐるみ炊飯器の何何、あ、ここでは炊かないですよ。炊くときは何、なんか火が出るとこと水洗いするとこの間で炊くんですよ。とりあえず使わないからここに置いてる。そう、使うときはコンセント届くキッチンに持っていく。ここでは使わないです、とりあえずしばらく使わないからとりあえずまあ保管してるって感じですね。なのででも値がつかなくても無料で引き取ってくれたらそれでいいんだけどな。ジモティかな
ハード豆腐捨てるのにお金かかるじゃん。お米あるあるね、そうそう、お金にならなくてもタダで引き取ってくれるだけでありがたい。こんばんは。米まだあるよ。ここでオークションしたら結構値つきそう。でも物を焦がすオーブンですよ。ギギさんハートありがとうございます。物焦がしのオーブン使い物にはなりません。米ね、早めに使わないとって、先月持って帰りました。お米新品新品新米資源ごみで持っていく。へえ、多分お粗大ごみ的なやつだわ。お金払うやつ。そう、先月ぐらいに、あの先月かな、もう車で広島来た時だから結構前か、2ヶ月前か。その時に持って帰ったので新しいです。そう、あれいつやったっけ、2ヶ月ぐらい経ってるか。サインさえあれば1万円。でも使えないよ。使えるけど使えない。広島愛媛意外と遠いからな、ね、こんばんは。車で来るってなったら遠いじゃん。だから車で来ることはほぼない。広島愛媛から今までで3、4回ぐらい。モマさんだるまありがとうございます。車で来る、まあそう3回ぐらいですね。車で来たの最初と最初の引っ越しとか、愛媛から広島への3回4回。遠い。近い？長時間だから体力いるよね、運転するってなったら。時間もです。近い近い。運転は長くない。でも英子さんよく来るからな、広島。よくっていうか私の友達、そう思ったらすごい。一緒に愛媛帰ったりしたこともあるけど、すごい。
愛媛に戻ってからも何回か、そうね2回かな言うて、でも愛媛に戻ってから2年か。そうだね、英子さんが24だから2年ね、2回ぐらいコストコ行きましたね。お優しい。でもコストコの会員だから、まあ、買い物ついでっていうのもあるので、私のためだけに来てくれてるっていうわけではないんですけど、ついでに。愛媛広島まあ3時間ぐらいかな。さんはコストコ大量買いするんですよ。だからついでです。めっちゃ買う、大家族なんで。洗剤も何パックも一気に買って帰る。愛媛コストコないですよ。そうなのです。大家族にとったらコストコってめっちゃお得だよね。まず洗剤もめっちゃ買って帰るから毎回。シムーンさんハートありがとうございます。エビ様だるまありがとうございます。特典はないね。あたいも大家族作るかって、これかな。確かに大家族になれる。大家族楽しそうだよね。ね、賑やか。7人8人ぐらいと暮らしたいな。8人。わかる。うんうん。まあ、えいこさんの場合はじいちゃんばあちゃんとかいとことかと一緒に住んでるから兄弟ではないんですけど、えいこさん自体は一人っ子だから、みんなで大きい家。トリプルス人生。でも大家族もたまにやってるじゃんテレビで。そう、それ見たら超楽しそうと思う。大家族にワンちゃんいっぱいみたいな家族、自然豊かなところで。そう、ゆうたパパさんタコありがとうございます。あかつきさんハートありがとうございます。でもよっぽどお金がないと無理だよね。見る分にはね良さそうだけど、それを支えるってなったら無理だよね。テレビで見る分にはすごいいいねって思うけど、楽しそうで。かもちゃんさんハートありがとうございます。食品まとめて作らんと。確かに外食はできんね。
ね、なんか畑とかでなんか作ってるイメージ、そういう大家族。ぶちてつさんハートありがとうございます。田舎の田んぼ周りにある一軒家で、ね、農業とかもしながしつつ、ね、自分には合わない野菜とか作ってるイメージある。作ったらね、確かに、ポツンと一軒家に住んでみたい。嘘、スーパー行けない。育てる、ポツンと一軒家は結構山奥にあったりするから、車も危ないよね。アマゾンめっちゃ頼んだら迷惑やと思われそう。そう、軽トラでさ、すんごいボコボコな道走ってるよね、ポツンと一軒家。憧れる、マジよくこんな道通れるよなって。道を慣れが必要な、もうおじいさんとかが。アンズさんハートありがとうございます。軽トラ運転しやすい。そう、軽トラでね、そう、山のめっちゃ細いボコボコ道をどんどん進んでって、そう、スタッフさんが置いてかれてる。道やばいっすねみたいな。ね、大体いつもそんなんだけど、そこに住んでる人も当たり前だからめっちゃ運転うまい。毎回すごいって思う。マジでボッコボコの山を通っていくんですよ。本当にすごい。ね、そう、やばいっすねって言ったよね。これ落ちたらやばいっすね。ヨヨタパパさん、タコありがとうございます。慣れたらね、もう感覚つかんだらもう余裕なんでしょうね。自分のじいちゃんも山の細いもう崖みたいな道を普通に車で通ってて、危ないって小さい頃思いながら、でも絶対ミスんないからすごいよなって。車一台通れるサイズのね、山、崖、Uターンとかするんですよ。山ってなんかそう一本道だから、なんかちょっと広いとこで、狭いけど広い Uターンできるところみたいな。めっちゃ怖かったけどうまかった。一本で登って一本で降りるから、そう、田舎。最初から道路に行く道、でもまだマシですよ、道路があれば。その山畑仕事だ、仕事っていうか仕事じゃないけど、道じゃないところの崖ですから、そう、マジでいつもすごいなって思いながら、道じゃない道路じゃないなんか崖、
ツンと一軒家レベルの。車は来ないけどね。そう無理ですよ私には。道なき道、みかん山の道なので、みかんを取りに行く。早く免許取らなきゃな。年だけ取ってってるわ。もう19歳の時に取った子たちは、だから A 子さんとか運転歴5年目でしょ。私ゼロだからやばいね。ベテランじゃん5年って。結構私と同い年の同級生の車は結構5年目とかやだから安心して、もうめっちゃ安心して乗れる。最初の頃は結構ラッポさんハートありがとうございます。 M さんハートありがとうございます。そう最初はね、やばいあそこ曲がるんだったみたいなこととか、そう結構あった。怖いと怖い部分そう、ま、あの車のバックするのも時間かかったり、最初ね1年目もう広島20歳ぐらいの時、やばいあそこだったみたいな、超ゆっくり走ったり、そう慎重に慎重にって感じだったけど、今はもうベテラン。背景変わったショールームの。もう今は安定です。安心か。ね、ショールーム背景が一瞬で変わった。びっくりした。暗くなった。くしゃ変わった。みんなのところ、更新したら変わるかも。ね、シルバーが暗くなった。電気が消えた気分だ。カチッ。エイコさんって名前的にリカちゃんの10個ぐらい上だと思ってた。エイコさん名前エイコじゃないから、イニシャル取ってるだけだから同い年です。10個上じゃないです。 A さんって言わんといけんやん。 A さん34歳。しぐれさんバラありがとうございます。拡大してた、やめて。イニシャルが A なだけで、そう A 子っていう名前じゃない。子がついたら確かに年上感あるよね。何々子、何々子、ゆき子、A 子、 A 子さん、 B 子さんみたいな感じ。イニシャル取ってる。でも A 子さんって呼びすぎてお母さんもそれで認知してるから、そう、A 子さん出かけてくるねって言ったら A 子さんとって聞かれる。 A 子さん呼び、もうナチュラルに。 A が行ってくるって言ったら誰と、 A 子さんって、そうなってる。A 子さんで通じる。本名分かってるんかな、分かんないかも。もう忘れたと思う。でも A 子さんで認知してるから A 子さんって言った方が伝わるから、
英子さん呼び。家でも名前伏せてる。そう、英子さん。キツネさん、タコ、ありがとうございます。モマさん、かわいい音、ありがとうございます。でも本人に向かって呼んだことはないです。英子って、英子さんって。こんばんは。涼しいですね、だいぶ。窓を開けてたら27。今日はドラマの最終回があるから見ようっと。秋ですね。なう4分、1時間超えてるね。27度です。銀のギフトが投げられなくなったね。10時までだったっぽい。そう、月9見る。ネタバレダメだよ。ヤスルパンさん、タコ、ありがとうございます。じゃあ終わろうかな。でも若干暑いけどね。29。バーベキュー楽しみです。楽しもう。私も TVer で見ます。そう、若干暑いんだよね今。エアコン入れてません。では誕生日見ます。13位、 A さん、 A さんだ。12位、ゆうとパパさん。11位、かもちゃんさん。10位、コウメさん。9位、カズさん。8位、ネコさん。7位、シンさん。6位、ウッチーさん。5位、ハットリさん。4位、クニさん。3位、ルイさん。2位、ヤスルパンさん。1位、ミキヤくん、ありがとうございました。配信終わったら窓開ける。配信中はさ、あんま開けれんじゃん。だからあんま開けてないんですよ。だからもう配信終わった瞬間に開けますということで、配信中はね、ちょっと閉めてるということで、ありがとうございました。はいはい、おやすみなさい。またね、明日から平日頑張ろう。おやすみなさい。ありがとうございました。バイ。